こんにちは、ユーボートチャンネルです。この間ですね、病院で注文しておいたですね、膝のプロテクターが届きました。それがこちらになります。なんて読むんですかね、そのまま読むとドンジョイって言うんですかね、ドンジョイ、どういう意味ですかね。ドンジョイっていうのはメーカーなのか商品名なのか会社名かよく分かりませんけども、このドンジョイがつきました。ドンジョイ、このドンジョイが届きました。このプロテクターなんと12万円します。たくさん出回ってるものではないので、きっとそのせいで高いんでしょうけども、12万円で、しかも自分の足に合わせて作ってますんで、オーダーメイドです。まあ、きっとこういうところのベルトの幅がみんな人それぞれ違うんだと思うんですけども、ただ12万円と言いましても保険の適用になりますので、自分は3割負担で済むことになります。まあ最初に12万円はもう払ったんですけども、申請すれば残りの7割は戻ってくるということです。じゃあちょっとこれをつけてみましょう。まず、つけ方ですね。一応このベルトがいっぱいついてるんですけども、このベルトに装着する順番というのがありまして、それが一応分かりやすいようにこういうふうに番号が振ってあるんですね。これ1番、これ2番で、この番号に、乗っ取って装着していきます。まずこう足を通します。足を通して、足を、通しました。で、ここの膝の、このつなぎ目、この曲がるところですね、この真ん中が約皿の上に来るように装着します。まずこっちはこれで固定します。で、これはこっちで固定します。これで皿のりちょっと上ぐらい、この辺ですね、皿のよりちょっとこの上ぐらいに装着します。じゃあまず1番から、1番は下なんですね。1番つけます。1番、次2番、で3番、3番は裏なんですね。3番、で4番も裏、で5番っていうのがこれなんですけども、この膝が、この膝がこっち前に、これが前に出ないようにここで押さえます。まあ、その膝のガクガクをこれが抑えていくという役割です。で最後6番、こんな感じですかね。これと非常に安定するようになりました。これを装着した、装着というか、これをこのプロテクターをつけれることにより、ずっとしばらく怪我をしてから飲みに行ってなかったんですけども、ついこの間飲みに行けました。酔っ払ってフラフラして足をまたやってしまってはちょっと元も子もないので、ずっと飲みに行くことは控えてたんですけども、これを装着したことで飲みに行けました。で今これは通勤、朝と夜の通勤にはこれを装着して、まあ、仕事中はそこまで歩くことないんで、
その時は外してます。手術した後もこれはもう多分1ヶ月以上つけてることになりますので、まあ手術前ですけども買いました。どの道必要なんで、買いました。うん、しかし12万円は高いですね。ちょっとね、まあしょうがない。以上です。